あの今やね、あのミューズもたくさんイベントとかね、やらせてもらってるけど、それこそ、あのミューズというか、プランタンがね、最初にイベントをやったんですよ、実は。あ、そうか。そう最初のイベントもシカちゃんと一緒で。そうだね。そうだよ、ゲームアーテさんの上で、あのプランタンとビビとリ・ホワードさんお渡し会をしたじゃない。な かな三人並んでさ、こう、八十人ぐらいのお客さんで、って。あ、の時まだすごいそう。でね。ちっちゃかったよね。あの時にね、チーが、ここに来た八十人が絶対自慢できるようにしてみせるからねって宣言したの。かっこいい本当にね、それずっと覚えてて。でね、あの、 あの楽屋でのなんか3人のなんかお葬式みたいな顔してて緊張でお客さんいなかったらどうしようみたいな顔しててまださ9人での活動もほとんどないんだけ確かにあのユニットってねら今日はよろしくみたいな感じだもんね本当に初めて話すくらい初めてじゃないけどそんなにたくさんね3人だけでとかもなかったそうだよね

行て行くのってなかなかねすごいことだよねみんなで叶えてきたよねまだこれからだってまた映画もさ決まってまだまだ本当にいっぱいだよね盛り上げのところがさ缶バッジつけてきてほしいね八十人にねーあの時の自慢の缶バッジいやいいね